もね、パコーンみたいな。私結構全部で6つぐらい持ってるんですけど、いらねえだろみたいなね。なんかいつだ、リング。あ、よかったじゃないですか。私結構ね、こうやって入れてんの、お財布。もう、取ってくださいみたいな感じ。辻直子のバッグです。はい、よろしくお願いします。まずはおじゃお財布、これは5ヤールです。でも開けてもらっても、あ、ちょっと領収書今日はいっぱい入ってるけど、でも私毎日ちゃんと抜くんですよ。私5ヤールの手帳をずっと使ってたんだけど、それじゃその時に買ったのかな、一緒に。あとね、グミ。グミは姪っ子が小学生なんですけど、子供ってグミいっぱい食べるじゃないですか。それですっごい好きになった。私グミすごい食べます、パクパク。なのでグミと、あとメガネ、ベイクルーズがやってるメガネ屋さん。ごめんなさい、本当にショップ名とかブランド名が私本当わかんない人だから、そんな感じです。でケースはバレクストラかな、これは。で次がイヤホン。これが一番大事かも、お財布より。聞いてないことの方が少ないかもです。人と話す以外はきっと私ずっと聴いてる、ヒップホップとか。でもハウスも好きだし、ジャスティン・ビーバーも好きだし、いろいろ聴きます結構。じゃあ次は口紅。これも絶対ないと言う、ロム&ロム。これ結構長く使ってますよ。5年ぐらい前なのかな。早かったっていうか、なんか早いも遅いもただドラッグストアで買ったって感じで、でずっとね、日本では売ってなかったから。今は普通に売ってるよね、ね、ドラッグストアで。これが一番好きかも。え、鍵も友達のお土産で、すごいいい音が鳴るのでこれをつけてます。あとクリップ、普通にくるくるってやって。私結構このクリップは10年とは言わないけど、そのくらい前から使っていて、見えますとか上でも縛ったりするんですけど、クリップ最初つけてた時、なんかすごい懐かしいねってすごい言われてて、そうだよねって思ってたけど、今結構ねみんな持ってるから。私きっとトレンドとかもそんなにどっちでもいいから、懐かしいねって言われてもあんまりみたいな感じ、回ってないってまあそうなんだみたいな感じです。バレクストラチーム、昨日準備しててもう分かんないと思って、とりあえず全部持っていこうみたいな感じでした。でもね、ほんと大好き。ほらこんな感じ見えます。意外と今日みたいな格好の時はこれは持たないかも。もうちょっとなんか面白いバッグの方がいいかなって思います。なんか甘くなっちゃうっていうか、そのままのテイストになっちゃうから、ちょっとつまんないなみたいな感じ。これは新しいバレクストラの形なんだけど、これ昔もあったんだけど、ちょっとバージョン外で新しく出て、これもね、パコーンみたいな。バレクストラってすっごいシンプルなの、作りが。そういうところも好きです、私。これもね、デビッドソンのディレクターがケイティという方に変わった時から、結構この細いフリンジにカーニバルが変わったんですよ。で私結構全部で6つぐらい持ってるんですけど、いらねえだろみたいなね、いらねえだろって感じなんですけど、これが一番小さいサイズなんですけど、これの一回り大きいサイズが最初だったんだけど、意外とこのちっちゃい方が実際このくらいの大きさなんですけど、このサイズを黒とか柄を持ってるんですけど、これは本当にもう昔からそうだけど、カーニバルは何にでも合うし、でそのケイティになった時にチェーンがプラスされて、それがすごい。私の洋服のコーディネートってシンプルだから、小物とかでのコンビネーションで面白くしたかったりとか、違うイメージにしたかったりするんで、それでこういうバッグはすごい超なんか便利。コーディネートになんかポケットがいっぱいあってとか、そういうバッグ全然興味がないので、なんもないですこれはねただ入れる空間があるっていうだけです。これは去年
たデルボーのバッグです。で基本本当にワンハンドルが好きなので、これもすごいシンプルだし、デルボーでもこれ金具がマットな仕様のバージョンなんで、この形って結構レトロでシックじゃないですか。だからこのマットな使い方がすごいかっこいいなと思ってこれにしました。これもね、申し訳ないぐらい何もない、一つポケットがあるだけで、シンプルです。これは結構何年か前に買ったバッグで、なんかこれね、中ね見てこなかったから変なもん入ってないかなと思ってちょっと一回チェックします。大丈夫でもさ、クリスマスみたいだよねこれね。基本的に今まで見せたバッグはほとんどショルダーついてます。だけど私ショルダーを使うことがない、こういうカチッとしたバッグが好きで、マークロスは本当にねこういうバッグが多いんで、これも結構黒を買おうと思ったんだけど、どうしようと思って、いろんなセレクトで買い付けしてるものだったから、いろんなところ見に行った時に結構グリーンって好きな色なのでこれにしました。いきます。これはやっぱりさ、ロールピアノのバッグが発売になった時に、なんかやっぱこのブランドらしいなと思うトーン、この何とも言えないトープグレー、どっちだろうっていう感じのこの色がシックでとっても好きです。なんか落ち着きすぎちゃう持ち方はしないけど、なんか色合いが他にないバッグだから、コーディネートですごいこうピタッとはまる感じに作れたりするから、これはそういう意味で好きです。リングはルジャガーっていうブランドで、これがすごい昔に買いました。10年まで行ってないかもっていう感じですけど、結構今みんなつけてますよね。でもね、シルバーにダイヤモンドっていうカレッジリングみたいな感じなんですけど、こっちは 4,5 年ぐらい前にアルティダウッドっていうブランドとコラボして作った、インドに石を選びに行って作りました。これが今回コラボしてるユナイテッドバンブーのヘアクセなんですけど、なんかヘアアクセサリーもいっぱいあるじゃないですか。これはなんか腕につけておいても、あ、ゴムしてるって感じにしたくないっていうのもあるし、でも別に髪の毛ね今短い方も多いから、なんか腕につけとけるブレスレット代わりになるようなものにしたかったんで、今日はブレスレットにしちゃってるんですけど、だからワンハンドルが好きだからワンハンドルを作ってみました。これは替えのチェーンもあるから、チェーンにしたりこれにしたり、あとショルダーバッグにしたりっていう感じだけど、私はショルダーでは使わないから全部外してクラッチとかにもして、なんかこういう適当な感じのフォルムも好きです。ぐしゃっと持てたりとか。これはね、でもこっちの方がさっき今日持ってきたバッグよりも前に出てて、で私キャメルというかコニャック色のバッグが好きなんですよ基本的には。それが堺でも売ってたんで、その色をまず買って、で次のシーズン赤が出たから、まあ面白いかもと思って買いました。でも私こうやって持ってることないかも。こうやって開けっぱなし、こういうバケツみたいになんか財布出てるみたいな感じかも。そうそう。でこれはなんか取り外してクラッチにもなるから、ここを外してこう、まあ大体なんか入ってる、なんか入ってたリング、あ、よかったじゃないですか。だいたいね、いつか見つかるんだよねこうやって。これはね、ガブリエルハーストっていうブランドなんですけど、日本では売ってないの で、ね、でオーダーして買いました。受注生産だと思う。これはね、こうやってパカーンパカーンみたいな、これが今まで紹介したバッグの中でもしかすると一番使ってるかも。ガサツだけど大事にすごい使ってる。なんかね、バレクストラの白いこの長いお財布はこれで3代目だったんですけど、でなんか白い財布初めて買って、この時にですごいいいなと思って、そしたら同じ色でいろいろと揃えました。小銭入れと名刺入れとお札入れでね、名前入れてもらえるから、このお財布がこれがセットなんです。こういうセットなんで、それがすごい好きで、なんかちょっとややこしい感じがすっごい好き。これはね、堺、私こういうのもすごい好き。もうなんか私にあんまり理由なくて、これにしたいからこれにしようみたいな感じで、もちろんねお財布はバッグに入る入らないもあるし、だけど例えばこのバッグとかも私結構ねこうやって入れてんの、お財布もう取ってくださいみたいな感じだから人に結構言われるかも。まあ日本断然だなって思いますよね。閉まんないもんみたいな感じ。ありがとうございました。